こんにちは、コミカルママでーす。今日は自由の購入品を紹介していきたいと思います。まずはこちらパーカーですね。新作のパーカーが出てたので、こちらがヘビーウェイトウォッシュドスウェットパーカーダークグレイ。はい、こちらの紹介をしていきます。あとね、カバンを2点買ってるんですけど、この、ナイロンツイルウエストバッグとメッセンジャーバッグ、これ2点はもう1本動画出してるので、今日ね2本出してるんですよ。なので気になる方はそっちも見ていただけると嬉しいです。概要欄に貼っときます。で、こちらの動画ではこのパーカーを紹介していきたいと思います。はい、ヘビーウェイトウォッシュドスウェットパーカー、こちらダークグレーなんですけど、あとカーキとパープルの3色展開になってます。で、サイズが XS から 3XL までのサイズ展開で2990円です。洗い加工を施して表面感の変化を楽しめるスウェットパーカー。裏起毛素材を使用した膨らみのある肉厚な生地感とリラックスフィットシルエットで着心地の良さを実現しました。ボディの生地の目取り方法や輪切り部切り替えといった本格的な縫製仕様もポイント。カジュアルなボトムスとの相性抜群な一着です。熱を外に逃がしにくい保温機能付きなので、寒い時期も暖かく着用できますってことなんですけど、これね、新品やのに、ほんまにね、このね、古着っぽい色合いなんですよ。その、洗い加工をしてるので。めっちゃいい色なんですけどね、伝わるんかな、これ。ほんまにね、めっちゃ古着っぽいんですよね。なんかやっぱりその新品の黒のパーカーとかスウェットとか着るともうピンピン新品みたいな、サラサラみたいな、サラサラピンピン、なんかめっちゃ新品感出て、それがなんかちょっと嫌やなっていつも思ってて、最近新品はあんまり買わないんですよね。なんですけど、この新品やのに古着っぽい感じ、この色がめっちゃ可愛いです。これめっちゃいい、もうこれほんまめっちゃいい。自由でほんま今までの自由で私これ一番いいんちゃうかぐらいめっちゃいい色やなと思ってるんですけど、古着が好きな人にはほんまにめちゃくちゃハマると思います、この色。別に古着好きじゃない人からしたら、まあ、別にって感じなんかもしれないんですけど、古着好きの人にしたらめっちゃいい色やなって感じで思ってもらえると思います。なかなかね、ネットでこの画像を見たりとかしても、このね、動画で見てもなかなかね、伝わりにくい。これはほんま店舗で実際見てほしいなって感じなんですけど、ほんまに古着っぽい色合いで、これはね、XL ですね。 XL、旦那が買ったんで XL なんですけど、旦那の購入品を勝手に紹介してるんですけど、でもまあこれね、旦那が買って旦那の服やけど私は間違いなく着るので、旦那のものは私のものです。はい。はい、めっちゃ可愛い。ほんで、これね、この横にね、わかるかな？脇にこのリブが入ってるんですよ、この脇リブ切り替え。脇リブ切り替えって、この横にこのね、わかる？ここにね、ほら、この、これがね、伸びるんですよ、めっちゃここが。これが、めっちゃ着やすくて、その腕とかこうやっぱ上げやすいんよ。そんな手上げるときとかないけど、でもめっちゃこれが楽っていうか、もう伸びることによってね、めっちゃ着やすいんですよね。めっちゃいいです、これ。綿 82%、ポリエステル 18%。で、リブ部分が綿 95% のポリウレタンが 5%。で、ポケットがこれ1個前にね、ドカンとあるタイプですね、このね。はい。ドラえもん方式のやつね。洗濯機で洗って最初は色落ちする可能性があるみたいですので、はい。お気をつけくださいっていう感じですね。これ旦那がこれ買ってきたから、ブラック買ってきて、で私もこれしか今この実物見てないからあれなんですけど、このカーキとパープルもめっちゃ気になってて、店舗に見に行ってみようかなと思ってます。パープルはあれだけど、カーキがめっちゃ気になるな。これもちょっと見に行ってみようと思ってます。
実際の色が見たい。はい。って感じですね。ちょっと着てみます。人のやつ勝手に。着てみます。じゃん。どうでしょう。軽いかな。めっちゃ可愛いねんけど、サイズ感。軽かな？XL って全然いい。めっちゃ可愛いねんけど。いいよね。フードの感じもめっちゃいいし。あ、可愛い。やっぱこのヘビーウェイトやから、この、フードがね、なんか、いいかも。フードがしっかりしてるって言ったらいいけど、なんか立体感って可愛い。めっちゃいい。最高。着心地最高。ほら、これ、さっき言ってたこのね、ここがね、ほら。ここがこう、伸びる、これよ、これ。これ、これがね、楽なんですよ。え、めっちゃ可愛くない？色合いわかるかな？この古着感、ほら、めっちゃいい。このヘビーウェイトがもうそもそもいいから、これめっちゃいいんです。これ、私、スウェット下の、スウェットパンツも持ってるんですけど、ほんまね、あったかいし、楽やし、最高。で、なんかシルエットもめっちゃ良くて、それとね、セットアップみたいにしていきたいんですよね。ちょっとまた店舗見に行きたいと思います。可愛いですよね。めっちゃ可愛い。もう人のやつだけどめっちゃ着てあげよう。可愛い。めっちゃ可愛い。気に入りました。とっても可愛い。これこのフードの感じとか可愛い。とにかく楽いいです。どんどん着ようと思います。というわけで今回はこのスウェットを紹介しました。新作のね、これ新色なんですよね。ヘビーウェイトもパーカーはまあ前からいっぱい出てるんですけど、この洗い加工の色は新色で、その3色新しく出たやつなんですね。はい。ぜひ店舗で実物を見てもらいたい。この実物の色めっちゃ可愛いんで。はい。というわけで今回はこのスウェットを紹介したんですけど、よかったらこの、バッグの方の動画も見てもらえたら嬉しいです。はい。ちょっとでも何か参考になったらいいなって感じで、参考になったなって方はぜひいいね、コメント、チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。というわけでさよなら。ありがとうございました。プルプルルプルル。はいはい。え、バキマン。バキマンやって。バキマン、うん、どこおるバキマン。仕事してるよ。仕事してんのか。うん。今何の仕事してんの？お仕事してんの。お仕事って何の？歩いてお仕事してんの。歩いてお仕事してんの。はい。ピー。またよ。またね、また。はい。え、アパーマ？お？アパーマやって。うん。パトロールしてる。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。